人に面倒な話つけておいて何を偉そうに。先輩がじゃんけんに負けたんでしょ。ちゃんと仕掛けてきてくれたんですよね。当たり前でしょ。私を誰か危ない。中止だな。待ってよ。勘弁してください。俺でもバイト休んでるんですよ。分かってよ。だから今日こそ。トモちゃん、私トモちゃんに頼まれたからその映画出ることにしたんだけどさ、これちょっとやばくない？すいません、せやさん、私もこんなんだとは知らなくて。最近は自主映画でも劇場公開狙えますからなんて言葉に乗せられた私も悪いんだけどさ、これ絶対無理ですよね。ああ、また間違えちゃったかな。私すいません、お待たせしました。準備できましたね。大丈夫？大丈夫だと思います。じゃあこちらに。すいません、皆さん入ります。ごめんなさい。あ、どうぞ。はい、宮村です。はいはい。本当ですか？今回ヒロインにあえて無名の新人を起用する狙いは何でしょう？そんなの分かってたら映画なんか撮らないわよ。私の本能が、私の子宮がそうしろって叫んでんのよ。はい、候補が最終の5人まで絞られたとお聞きしましたが、どうですか、賞賛は？賞賛なんかあったらつまんないじゃない。映画なんだから。ただ一つだけ言っとく、この映画に選ばれた者はこの世の地獄を見ることになると、同時に天国もね。え、宮村さん、この5人に残ってるんですか？まあ、一応。やばっ、すごいですね。頑張ってくださいね、せやさん。宮村さん、絶対に受かってくださいね。ありがとう。宮村さんが有名になってくれたら、俺らの映画もっと注目されますから。いやいや、そっちなの。でもさ、その映画って何するの？そうそう、1本目なのにリターンズだし。ですよね。ともちゃんはすっごく似合ってて可愛いんですけど、宮村さんはちょっと痛いですよね。いや、何言ってんだよ、お前。なんでもないです、マジでなんでもないです。岡田君、岡田君、お時間2、30分ほどで終わると思います。はい、10時ですね。それではよろしくお願いします。私迷ってたんですよね。女優って言ってもテレビのちょい役が年に 1、2回、まあ、舞台もやりますけどほとんどお金になんないし、このまま続けてても見込みないんじゃないかって。やめるってこと？実家も結構うるさいし。早く帰ってきて結婚しろって？まあ、一人で直樹くん育ててる佐藤さんからしたら悠長の悩みってことになるんでしょうけど。そんなことないけど。でもそのオーディションに合格したら一気に有名なんじゃないの？いや、そこまでは。でも今までとはかなり違ってくるとは思います。いいな、羨ましい。お金なんだけど、ちょっと待ってもらえるかな？え？直樹の病院代払ったら、ちょっと苦しくなっちゃって。お給料もらったら、返すから。わかりました。いいですよ。ありがとう。私たちが求めるのは小手先の演技ではありません。最も避けるべきは
ぬるさです。暑ければ暑いほどいい、冷たければ冷たいほどいい。その人の生き様が刃となって見る人の心に突き刺さるような、血が流れるような、そんな芝居を望みます。では宮村沙耶香さん、お願いします。はい。宮村さん大丈夫ですよ。いやほら、オーディションは残念だったけど、俺らの映画が BFF か夕張かで絶対賞を取りますからね。だから絶対に注目されますよ。おい、ちょっとトイレ行ってくる。え、何回行くんですか。この映画なんでセーラー服か教えようか。尾形さん知ってんすか。宮村さん、だいぶ前になんとかガールズとかいう舞台出たでしょ。俺見てないけど、うん、その時の衣装セーラー服だったでしょ。あいつだよ。その舞台の宮村さんすごい気に入ってて。そうだったんだ。私今回のオーディションにかけてたの。もう私どうしたらいい？女優やめた方がいい？私なんかが女優目指しちゃダメなのかな？私、さやさんには続けてほしいです。人事だから。でも、ちょっとホッともしてるんです。どういうこと？私が落ちてよかったってこと？頑張ってほしかったのは本当です。でも、私もあのオーディション受けたんですよ。2時で落ちちゃって、だから、置いてかれるって、置いてかれたくないって。何言ってんの。あんたなんかまだ若いじゃない。でも私はこんなチャンスもう二度とないかもしれないのよ。あんたなんか、あんたなんか、せいさん、そうじゃなくて、来ないで。せいさん、来ないで。今弊社では大変お得なキャンペーンを実施しておりまして、店舗様の料金負担は一切かからずに毎月のコストを削減。あの、どうされました。今日佐藤さん。ああ、佐藤さん辞めたんですよ。え、なんかアメリカ行くんだって。若い子見たと二人で。すごいね。全然そんな風に見えなかった。さやちゃん、ほどほどにしときなよ。ついてないときはおとなしくしといたほうがいいよ。いいから、冗談。竹内さんですよね。あ、やっぱり竹内さんだ。奇遇ですね、こんなとこでお会いするなんて。私違います。またまた。僕は別に女性が一人で飲んでても全然いいと思いますけどね。だから違うの、そのなんとかさんとは。そんな言い方はないんじゃないんですか。失礼ですよ。は？
なのはそっちでしょ。私はね、宮村っていうの。宮村さやか。誰も知らないと思うけど、一応女優なの。全然売れてなくて、名乗るのもおこがましいぐらいだけど女優なの。オーディションに落ちて、お金も踏み倒されて、今世界で一番ついてない女だけど女優なの。わかった。どうも、すいません。さやちゃん、今日はとことん行くから。そうだよね。役の立場だったら私だってそう思うよね。何？何でもない。女優やめようかな。何？どこここ？さあ、才能ないんだからさっさとやめちゃったら。え、なんで？いうかお金返してよ。あんた最悪実家に帰ればなんとかなるとか思ってんでしょ。そんなこと思ってないから。親なんてね、いつ死んじゃうかわかんないんだから。で、蓋を開けたら借金だらけで、家も何も残らなかったりして、結婚したって浮気されて離婚だけならまだ可愛い方。旦那が交通事故で半身不随なんてシャレになんないからね。子供がいたらいたでいじめられて登校拒否、訴えたって誰も相手になんかしてくれないから。あんたね、自分が人より大変な人生送ってるとか思ってんじゃないでしょうね。あんたなんかよりね、普通の人の方がよっぽど大変な人生送ってんだからね。あんたぬるいんだよ。この間はごめんね。突然何言って。いいの。私女優やめないから。え、何撮り直し？セーラーデカ？いや勘弁してよ。マジありえないんですけど。いやもうセーラー服きついよマジで。似合ってないから。嘘。